片瀬西浜海水浴場、片瀬西浜海水浴場は、神奈川県藤沢市、片瀬海岸2丁目、3丁目、久釘沼海岸1丁目、2丁目先の県有り地にある、日本最大の集客力を持つ、海水浴場である。藤沢市南部の境川河口から引地川、川口までの長さ1020メートル、奥行き平均150メートルの遠浅で古城の、 砂浜にある海水浴場。年間来客数は300万人以上で、日本最大である。西半の久下沼海岸海水浴場の歴史は古く、1886年に開設されたが、東半の片瀬西浜海水浴場は1947年以降に開設された。1956年、片瀬西浜。 久げ沼海岸両海水浴場を統合した、江ノ島海水浴場共同組合が創立されて、以来、一続きの海水浴場として発展してきた。東隣の片瀬東浜海水浴場より、若干葉が荒く、日本におけるサーフィン発祥の地とされる。海水浴シーズンは、海水浴場区域内でのサーフィンは禁止されている。その他、禁止行為は、バーベキューキャンプ、 個人的な花火、水上オートバイ。7月1日の海開きから8月いっぱい午前8時午後5時、開設され26軒の海の家が立ち並ぶ。トイレは8カ所に設けられている。その他、飲食店15軒、売店10軒、貸し行きはボートパラソルサマーベッド等の店28軒が出店する。安全管理は西浜サーフライフセービングクラブが 主に担当する。海岸の美化に関しては、1990年代以降、財団法人神奈川海岸美化財団の調整の下各種団体によるビーチクリーンのボランティア活動が活発化し、機械力も導入されている。一方、環境省の水浴場水質検査では、B と判定され、不適ではないものの、あまり好ましい結果ではない。サンオイルを落とさずに海に入る。 不心得な人々が後を絶たない。明治中期までは、海岸一帯は、地引き網の魚場があったのみで、無人地帯だった。江戸時代、幕府の総集法術朝練場だったからである。1887年の鉄道開通を見越して、地元有力者の手で海岸の開発が企てられた。1886年7月18日、腰越えの官方位、め座の提唱で、 久げ沼海岸海水浴場が開設される。ところが、海水浴場開きの当日、三戸医師は飲酒後に海に入り、休止したという。海水浴客受け入れのために、旅館、久げ沼館が開業し、数年の間に、大抗館、あずまやも開業した。また、久げ沼南部の農家の中には、貸別総風の家作を建てるものも現れた。1901年夏に、 画界コール河わ極道が大閤館に来遊し、清風、鈴波の絵巻を制作した。これにより、明治時代の海水浴の風俗を知ることができる。一方、この五六月沼で少女時代を送った小説家内藤千代子は、海水浴場の賑わいと、板子乗りの楽しさを描いている。 1902年9月1日、江ノ島電気鉄道が開通し、久釘沼海岸別荘地の開発が本格化するとともに、海水浴場へのアクセスも改善された。しかし、明治、大正期の海水浴は、旅館や別荘に滞在するのが一般的だった。引地川片穂橋と鉄道商会の家1923年9月1日の、 大正関東地震による地盤の隆起は、陰沼海岸で約90センチメートルと想定され、大幅な解体により、砂浜の面積が広がった。震災復興期、現在の陰沼海岸一丁目先の砂浜に、安全プールと称する海水プールが開業し、芥川龍之介が遊泳する姿を、小説家、今井達夫が記録している。 砂浜の面積拡大は、被災の被害をもたらし、1928年、湘南海岸一帯に、神奈川県のご体験記念事業として、魚月砂防林の黒松の植林が始められた。1929年4月1日、小田急江ノ島線が開通。久下沼海岸駅、片瀬江ノ島駅が開業した。この年、神奈川県知事に就任した山形郎は、 湘南海岸日台の国際観光地下を目論み、県営湘南水道、神奈川県道、片瀬大磯線の付設、引地側の河川改修などが次々に具体化した。1931年7月27日、藤沢町の働きかけで、釘沼海水浴場に、高級建物の鉄道商会の家が開かれた。また、藤沢駅と海の家を結ぶ。 バス路線も開通した。1935年7月27日、湘南遊歩道が開通した。この頃まで、引き地側の下流部は東に向かい、河口は、高座郡鎌倉郡の郡境付近にあった。すなわち、久芸沼海岸海水浴場は、引き地側の右岸にあったが、河川回収により現在の位置に切り替えられた。 1938年7月、引き違わの右岸に、県立久げ沼プール会場、藤沢町に管理が委託された。また、鉄道商会の家はこの年限りで閉鎖された。1944年8月5日、久げ沼海岸での海水浴は、警察、町内会長の許可を得た、地元市民に限られるという時代になるが、小田急開通以来、 日帰りの海水浴が普通になり、久げ沼海岸海水浴場は、藤沢唯一の海水浴場として、関東地方を代表する存在に発展した。安全管理は、地元青年団の奉仕活動として行われていた。1947年4月1日、鎌倉郡片瀬町は、藤沢市へ、編入合併される。このことにより、藤沢市は、 江ノ島を要する観光都市に発展し、片瀬西浜と久釘沼を一体化して開発する基盤ができた。それまで、片瀬の海水浴場は東浜に限られ、西浜には海水浴場はなく、単なる地引き農業場だった。高輩地の境川右岸にはほとんど人家も宿泊施設もなかったからである。1948年夏。 戦争中休止していた藤沢市 A プールが再開、小中学校の水泳指導でも盛んに用いられた。一方、片瀬西浜が本格的に海水浴場として整備され始めたのは、この年からとされる。組合が結成されたのは1950年である。1951年、朝鮮戦争が山場を越すと、神奈川県北部の米軍施設から休日になると、 米兵たちが浜辺でバーベキューやサーフィンを楽しむためにジープで乗り付けるようになり地元では GI ビーチと呼ぶようになった。彼らがこの海岸をマイアミと呼んだことから後に藤沢市が東洋のマイアミとして売り出すきっかけになったと伝えられる。また彼らを真似て手製のサーフボードに乗る地元少年も現れた。また 同年5月1日、江ノ島電鉄により、西浜に江ノ島自動車駐車場が営業を開始し、観光地開発のきっかけを与えた。片瀬西浜にも、海の家が立ち並ぶようになり、交通アクセスの便が良いことと、観光地江ノ島の入り口に当たることから、たちまち人気の海水浴場に発展した。戦後、区沼海岸海水浴場は、市営の手を離れ、 地元、久げぬま海岸の商店街、久ぐ栄会の手に委ねられていたが、1953年8月28日の、久げぬま海岸花火大会を最後に、久ぐ栄会の手から離れることになった。ここに、引き近湾岸にあった久げぬま海岸海水浴場は、一旦消滅するのである。1954年5月21日、神奈川県は、 湘南海岸公園都市計画事業を決定特許方式という民間事業を導入した公立公園建設に着手した。手始めに同年7月1日、日活資本の江ノ島水族館が日本における近代的施設水族館の第1号として誕生した。1956年、片瀬西浜海水浴場は久釘沼までを統合した。 江ノ島海水浴場共同組合を創立し、同海水浴場の警備員たちは、赤十字救急法救急員の資格を取得した、ライフセーバーが監視、救助活動を始めた。1957年、藤沢市は、片瀬、鵠沼地区の海岸を東洋のマイアミとして売り出す。さらに、1959年3月5日、藤沢市議会は、 藤沢市とマイアミビーチ市との姉妹都市関係締結を議決。東洋のマイアミから東洋のマイアミビーチと解消した。1961年4月1日、久げ沼海浜公園を共用開始し、同年7月20日、久げ沼海浜公園の藤沢市へ久げ沼プールの経営を小田急電鉄が引き継いで、 全面的に改良し、クゲ沼プールガーデンとして開場した。1963年、江ノ島海水浴場共同組合の監視員は、活動を充実させるため、湘南ライフガードクラブとして組織化、日本初のライフガード組織として、先進地のオーストラリアやハワイからノウハウを学び、活動するようになった。1964年、江ノ島が、 東京オリンピックのヨット競技会場に選ばれたのを、機に自動車橋が島を結び、この前後は、片瀬の海水浴場来客数は500万人を、はるかに超え、日本一の海水浴場の名を欲しいままにしていたが、1969年には、湘南海岸で大腸筋騒動が起こり、来客数は200万人を割るまで激減した。 1990年4月28日から10月10日、神奈川県主導のイベント、サーフ90開催され、これを機に、湘南海岸公園の傘上げ、再整備が実施された。1992年、県立湘南海岸公園に、西部の拠点施設、サーフビレッジが完成、ライフセービングの通年活動の拠点となり、1995年には、 藤沢市がサーフビレッジ前の砂浜に湘南久毛沼常設コートを設置以来日本におけるビーチスポーツの拠点に位置づけられるようになった。2004年新江ノ島水族館がリニューアルしてグランドオープンし湘南海岸公園の再整備は完成した。同年夏には片瀬西浜久毛沼海水浴場の来客数は360万人を突破し、 日本一の海水浴場に帰り咲いた。以後も、年間300万人台を維持し続けている。ちなみに、2位は、片瀬東浜海水浴場の100万人、前後。3位は、由比ガ浜海水浴場の94万人。4位は、須磨海水浴場の65万人弱。5位は、三浦海岸海水浴場の60万人と。 ベスト5の内神奈川県内の海水浴場が4を占めている。地図、ありがとうございます。